広島、ヤクルト、13日、松田スタジアム、広島の荒井隆弘監督が1塁から2塁へのタッチアップをめぐって、リクエストを要求。しかし、映像がなく、審判団が競技の結果、リクエストの回数には含まずにプレーが再開される陳場面があった。場面は0対0で迎えた一死1塁、中村の中飛で一掃、オスナがタッチアップし、 二塁に滑り込んで政府の判定となった。西二塁でプレー再開と思われたが、荒井監督がベンチから出てきて、お砂の一塁ベースからの離類が早かったと見て、リクエスト検証を要求した。検証を経て、責任審判の吉本が、ただいま一塁のリタッチに対して、荒井監督からリクエストがありました。検証の結果、政府としてプレーを再開します。 と一度は場内にアナウンス。すると、またしても、ベンチから荒井監督が出てきて、審判と協議。約三分の話し合いを経て、再びマイクを握った吉本は、ただいまの検証につきまして、映像がありませんでしたので、回数には入りません、と改めて説明した。昨年5月の楽天日本ハム戦で、日本ハム、新庄監督が、 三類奏者がタッチアップする際のスタートが早かったとしてリクエストを要求したものの判定できる映像がなかったとしてプレイが続行された。このプレイを受けて NPB はリプレイ検証のアグリーメントの条文を変更。映像がないためでプレイ検証が行えない場合はリクエスト講師の回数には含まれないと改定された。